ハーレー実践整備道場の時間がやってまいりました。はい、今日はですね、スポーツスター、こちらのね、エンジンオイルの交換、プライマリーオイル交換、そしてね、フィルターの交換、こちらの3つをね、やっていきたいと思います。やっていただくのはですね、もちろん、シギさんですね、今日もスタンバってますので、よろしくお願いします。はい、今日はですね、スポーツスターのオイル交換、エンジンオイル交換と、オイルフィルターとプライマリーですね、全部のオイル交換をやっていきたいと思います。最近ちょっとですね、この動画見てくれて、自分でもちょっとやってみたいなっていう人が結構増えてきてくれてるみたいで、で、今回はちょっとぜひぜひオイル交換やってくれたらなっていうところで、リクエストもいただきましたんで、まあ、実際に家でやれるような形に、不足したオイル交換っていうのを中心に、まあ、ちょっとやっていきたいなと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日はまずですね、オイル交換をするにあたって、まあ工具ですね、こちらをちょっと用意していきましたんで、で、まあここまでフルでですね、全部用意する必要のないものもあります。でもざっくり必要なものこんな感じですね。はい、で、実際オイルはどういった感じのものをオイル使うかっていうところで、まあちょっと今回2パターン用意してますけども、まあ今日はオイル交換をお客様の車両でさせていただきますんで、まあご指定いただいてるこっちの新3でグレードを上げた方で、今回は実際やっていくんですけれども、本来グレードを特に上げないのであれば、スポーツスターですね。現行オイルこんな感じです。エンジンオイルがだいたいまあ3本用意してますけども、2.5 本。で、プライマリーの方が1本フォーミュラーですね。と、オイルフィルター。と、プライマリーオイル変えた時のこれですね、オーリングですね、これが1個いるような感じになります。で、新3にした場合ですね、まあこういう感じで、まあエンジンオイルと共有で使いますんで、まあ、これを4本用意してもらうという感じで今回交換するんですけども、場合によってはこのギアの方ですね、これはミルウォーキーとかでもあるんですけど、このギア専用の方の80、140というのもありますので、こちらでも使っていただけます。ただちょっと粘度が違うんでね、こっち使ったらちょっと硬いよということであれば、こっちでプライマリーオイルはやってもらってもいいかと思います。じゃあ、ちょっと始めていきたいと思います。はい、じゃあですね、実際にオイル交換をやっていきたいと思います。まあ、プライマリーオイルですね、ここに入ってます。こいつを抜いて入れると、オイルフィルターですね、これも外して、新しいオイルフィルターに変えていきます。で、あとはエンジンオイルですね。こちらも抜いて、新しいものを入れていくという形で。まあ、ですね、順番にやっていくんですけども、まず、車両。これも、しっかり3、40分、試乗兼ねて走ってきたんですけども、まあ、エンジンをですね、しっかりと温めてもらって、オイルがしっかりと抜けやすい状態でやってもらうのがベストかと思います。で、お家でやる場合もそうなんですけども、サイドスタンドでやってもらって大丈夫です。で、オイルフィルターをこれ外していくんですけども、使用するものがですね、これ、まあ絶対純正じゃないといけないってわけじゃないですけども、まあ、オイルフィルターレンチですね。これはここにカチャッとはまっていくと。で、これを取っていきますんで、で、ただ取るだけだったら、なんてことはないんですけど、やっぱこれを外してた時に、ここ、オイルめちゃくちゃビタビタになっていっちゃうんですよ、このまま外しちゃうと。なんで汚れないように、こういういらないですねウエストとかをまあ引いてもらうと、で奥の方まで詰めてもらって、まあ、できるだけオイル汚れを最小限にしてもらうっていうことですね。はい、でここに純正のオレンジ色のこういうオイルフィルターを外した時にオイルがこっちにスーッと落ちてくるようなものもあります。それちょっと後で一応紹介しますけども、今日は一応ですね、まあ DIY に近い形じゃないですけど、家でご自身でもやっていただけるような形でちょっとご紹介しようと思いますので、これですね、まあオイルフィルター、こういう箱に入ってるんですけども、このオイルフィルターの箱、こいつをちょっとね、使っていきたいと思います。まあ、適当にちぎってもらっていいんですけど、
ね、こういう感じですね。これまあ別に特にいらないものだと思うんで、こういう感じで、まあ、適当に形成していきますね。これを奥に入れて、こんな感じですね。はい。そしたらば、まあこれもこんだけやっててもね、漏れるときは多少漏れますんで、ね、もうちょっとしょうがないですけど、そしたら実際にオイルフィルター外していきます。で、しっかりと走ってですね、暖気も済まして、エンジンあったかい状態ですんで、オイルで火傷しないように、必ず気をつけてください。まあ手袋するなりしてですね。はい、じゃあ実際に外していきます。はい。で、いきなし全部外さずに、ちょっと奥に入ってるか確認しながら、この紙ですね。こうやってやると、ビューッと。今、さらーっと抜けてきますけど、紙ですね。こうやってやると、ビューッと。今、さらーっと抜けてきますけど、これエンジンしっかり温まってると、こういう感じでサラサラと抜けていきますね。で、ちょっとずつ、ちょっとずつ緩めて、で、こうやって、バーッと出ていくと思うんですけど。で、ある程度出ていったら、はい。ちょっとうまくいったんじゃないですかね、これ。こういう感じで。これだいぶサラサラですよね。これ全然温まってないと、全然ドロドロで、あんまし抜けてこないんでね。はい。じゃあフィルターが外れました。そしたらですね、まあ、こちらちょっと外してもらうと、下に引いたウエスの方もそんなに汚れてないですよね。うん。これ後で掃除めちゃくちゃ楽ですから。はい。そしたらば新しいのをつけていくんですけども、ここですね。ここにオイルフィルターマウントしていきますんで、まあしっかりとここをきれいに拭き取っていってやりますね。ここにカスとかやっぱりついちゃってると。新しいオイルフィルターつけてもですね、その後にちょっと滲んできたり漏れたりする原因になりますんで、したらとりあえずはめるときもまた汚れる可能性あるんで、ちょっとウエス引いたままにしててください。はい、じゃあ実際にですねオイルフィルターはめていくんですけれども、はい、今回はですね新3を使っていきますんで、でオイルフィルターにですね最初に入れる理由としては、しっかりエンジン始動させたときにオイルプレッシャースイッチがですね、しっかり早めに作動するように入れていきます。で、これ目安としてはマニュアル上は大体 120ml 入れてくださいということなんですけども、まあ、半分より、まあ、この、なんていうの、半分よりちょびっといったぐらいのところ、これあんまり入れすぎちゃうと結局こう綺麗にしても、こうやって入れるときにダバ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 垂れちゃうんで、まあ、なんとなくで120しっかり測らなきゃいけないってことではないです。でですね、ちょっとだけここにピコンと落としてもらって、これをここのゴムの部分ですね、マウントするところに薄く伸ばしてあげてください。これですねフィルターをね実際つけていくときに、ここのゴムのよじれとかそういうものをないようにですね、ここで滑らせるようにつけていきます。はい、じゃあここですね、また直前で切るようにしてもらって、実際ではつけていきます。はい、で、これ締め込んでいくんですけども、まあ、ピタって、お、くっついたなって、ゴムが、くっついたなっていうところから、だいたいここからですね、2分の1回転から4分の3回転、まあ、一周いかないぐらいですね、手でしっかり締めてもらってください。
これ取るときに使ったフィルターレンチでがっつり締めてしまうとですね、取るとき大変だったりとか、あっちのマウントのネジが今度次回外すときに一緒に外れてきちゃったりとかするんで、手締めで終わらせてください。はい、じゃあここですね、ウエストをバッと取っていきますけども、でその後もですね、一応ここまで垂れてないように気をつけてきたんですけど、こういう感じでライト当ててもらって全然綺麗ですよね。これですね、やっぱり垂れてるのとか拭き残しがあったりすると、実際サイドスタンドでですね、駐車場とか止めてる時にポタポタ落ちてきて、あ、俺のバイクオイル漏れてるかもしれないってすごい心配になっちゃうと思うんで、しっかりと拭くようにしていってください。はい、じゃあこのままですね、エンジンオイルの方引き続き抜いていきたいと思います。でエンジンオイル抜くのもこのままサイドスタンドで大丈夫です。はい、じゃあちょっとここにセットしていくんですけど、ちょっとサイドスタンドのままやるので若干見えづらいかもしれないですけど、そこはちょっとご了承ください。で、エンジンオイルを排出するドレンのホースってここにあるんですけど、年式によってはここにいないです。これ大体14年以降かな、13年ぐらいまでのやつっていうのは、このホースがここのエンジンから貫通して真下にドレンが抜けてるようになりますんで、今一番新しいやつなんで、ここクリップを外して出していきます。でこういうふうにですね、 ETC の入れるやつここにいたりとか、ここにバックつけてる方とかはこれがちょっと取り外しにくいかもしれないですね。でフレームにこうやってクリップでこうやって止まってますね。これを取っていってください。はい、そしたらばこのホースですね、このバンドを緩めてマイナスドライバーで緩みますんで外してもらって、はい、まあこれしっかり外してもらってもいいですし、ここに残しててもらってもいいんですけど、まあ外しますね。したらこれを取っちゃいます。はい、こんな感じで出てきますね。でこれ抜いてもらったらすぐにこっち回ってもらって、キャップですね、これを開けるとさらに勢いよく出ますんで、あっちちょっと出方を、すごい温まってる状態だったら結構勢いよくね出てきますんでね。はい、これでエンジンオイルはちょっと抜けるまで待っとくような感じですかね。はい、でその間にプライマリーのオイル抜いていきたいと思います。真下に向いてるここのボルト、はい、こいつを抜いてあげると、ここに入ってるプライマリーオイルですね、これが抜けますんで、ここのサイズ8分の5です。まあこういうラチェット、8分の5のラチェットで開けてもらってもいいですし、こういうコンビネーション、まあメガネの方でもスパナの方でもいいですけど、もう基本的にはやっぱりこういう風に周りをがっつりと掴めるようなもので回していってあげればいいかなと思いますね。よいしょ、普段ちょっとね、ジャッキアップで直立するしてお店だとやる作業なんで、ちょっとやりづらいですけどね、まあそこは半分半分以上かな、家でやるようなことを想定したやり方でちょっとやってますんで、ね、だいぶ手際悪いですけど、どうでしょう、ください、よいしょ。このね、すっごいね、エンジンがついて火傷しちゃうんで、取り付けたしてあげてください。で、ある程度抜けてきたら、パッと、パッと、はい、勢いよく飛び出しますね。
はい。で、ドレンプラグ外れたんですけど、これちょっとドレンプラグ見えますかね？先っちょの方に、ちょっと、鉄粉ついてるんですけど、これ金属はですね、擦れた粉が、このボルトの先っちょマグネットになってるんで、こういう感じで、ついてきます。これちょっと初回点検でね、やってるんでね、最初の当たりがついた分の金属の粉がついてますんで、これはまあ許容範囲ですね。ただこれにですね、すごい大きいですね、なんか金属の破片とかめちゃくちゃついてくるようであれば、中で何かが破損してる可能性ありますんで、ここはしっかり外した時はチェックしてください。はい。じゃあこれちょっと抜けるの待ってる間に、このプライマリーのドレンのボルト、しっかり清掃していきたいと思います。これですね、オーリング、こいつ再使用できませんので破棄してください。はい。で、しっかり拭いていくんですけど、このね、白いやつ、これはまあ全然マシなんですけど、これがなんかもうすごい山盛りついてるやつとかはしっかりと取ってあげてください。それをそのまま戻しちゃうと、向こうのまあ受け側のネジがですね、ダメになっちゃったりとか、漏れの原因になっちゃったりするんで、こいつ綺麗にやっていってくださいね。じゃあちょっとこれ一回除去してきますんで、少々お待ちを。はい、じゃあこれですね、さっきの白いやつ取ってきましたんで、これに新しいですね、オーリングですね、こいつをはめ込んでいきたいと思います。で、ここをまた新しい白いやつ塗った方がいいんじゃないのとか、まあシールテープですね、巻いた方がいいんじゃないのっていうことなんですけど、まあ僕は基本巻いてないですね。もうこれ10年ぐらいやってますけども、まあオーリングだけでしっかりシールできます。まあこれで巻かなくて漏れたっていうことはまあないんで、これで綺麗にしてもらいます。それよりは僕はこの白いのがここにすっごい残ってるので、そのままこっちに戻して、こっちのネジ、これがダメになったパターンの方が結構見てるんで、はい。じゃあですね、この待ってる間に、じゃあまあプライマリーですね、こっちか、まあ点検とかでお預かりしてて、クラッチ、まあ前回の動画でですね、こうクラッチの調整で開けていたと思うんですけども、その場合っていうのはここを開けて、ここからオイルを入れることも可能ですし、あとは油面、ここのオイルの量っていうのを最終的にどこで見るのかっていうのは、ここのところですね、丸いのが中に入ってるんですけど、それの下側、加減の位置で、まあ、合わせるっていうのは、後でまあちょっと補足の画像を載せますけども、そこが油面の調整の位置なんですね。ただ今回ですね、まあ、ちょっとお家でも自分でできるかっていうところに焦点を合わせてますので、まあ、ここは開けない方で拭きます。で、まだちょっと抜け待ちなんで、したらですね、その上の小窓、インスペクションカバーって呼ばれるところなんですけど、ここに前のギアと後ろのギアをつなぐチェーンがこうやって入ってるんですけども、このチェーンの針を点検する窓がここになってますね。ただオイル交換するだけだったらここから入れられますので、ただここから入れないで、こっちのダービーカバーを開けて入れるってなってくると、ここ開きっぱなしになるんで、やっぱりそれだとどうしてもサイドスタンドではなくて直立させないとオイルがダバダバ出てきちゃうんで、まあ、単純にオイル交換できればいいよ、ジャッキ持ってないよっていう場合はここから入れてもらっていいんです。ただそうなってくると、はい、じゃあこうやってパコって外していったんですけど、ここオイルですね、しっかりと拭いてってください。で、ここの点検窓から見えるこのチェーンですね、これがさっき言ってたプライマリーチェーンですね、これですね、はい。こいつの遊びっていうのを調整していくんですけども、これって温感時と冷感時で調整値が違います。っていうのも、暑い時に測るとチェーンがやっぱり張ってくるので、遊びの規定値っていうのがちょっと少なめですね。で、これ冷えてる時っていうのはチェーンが結構ガッパガッパガッパして、暑い時と冷えてる時とで規定値の調整が違います。は
はい、今のですねプライマリーチェーンのところのチェーンの張りですね、ここインスペクションカバーを開けた中ですね、中こういう感じの構造になってますね。でこれが冷感時温感時、これ遊びの幅ですね。じゃあ幅どこで見乗ってた、このチェーンの加減からチェーンこうクックッって上げて移動したこの距離ですね、この距離が規定値、冷えてる時だと 9.5 から 12.7、温まってる時だと 6.3 から 9.5 で、今回はですね温まった状態でやってますんで、まあ、この規定値の中に入ってればいいんですけど、だいたい8かな、間取って8ミリっていうところで調整していきます。でこのチェーンの張りを調整するのはこの絵でわかると思うんですけど、この下さっきのオイル抜いたドレンここなんですけど、それのこっちの横ここにアジャスターついてて、このナットがこれが動かないようにロックしてるものです。こいつを緩めてあげてこいつを締め込んでいくと、このアジャスターがビーって上に行くとチェーンが張っていく、緩めるとチェーンがバタ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 遊ぶ方向に調整していくっていうことになりますね。でちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃあですねさっき言ったチェーンのこのチェーンですね、こいつの調整をするところのアジャスター調整するやつがこれですね。こいつをちょっと調整していきたいと思います。でこいつが、まあ、ちょっとインチばっかになっちゃうんですけどね、なかなか家に工具ない方はこの時点でもうちょっとすでに大変かと思うんですけど、8分の7、これでこの周りのこのナットですね、周り止めをしているこのナットが外せるというか緩められて、で実際に締め込んでこの針を調整していくのはこいつなんですけど、こいつ下側にこうやって1/4、見えますかね、1/4インチをここに入れてやっていくと。ただこいつを緩めないとこいつどっちにも動かないので、こういう感じで、まあ、こういう感じでセットしていくようになりますかね。そしたらこいつの先ですね、8分の7のこいつで緩めます。はい、緩みましたね。でちょっとだけでいいんですけど緩めて、でこいつをまあ右に締め込んでいくとどんどんチェーンは張っていくし、反対に回していくとどんどんチェーンは遊んでいくと。ちょっとチェーンのところ映せますかね。はい、ネジ締め込む方向に締めていくとこうやってチェーンがどんどん張っていきます。はい、で逆に緩める方向に行くとこうやってチェーンが遊んでいきます。はい、で温感時でちょっとだけ締め込みますね。これ締め込んで、さっきの絵だとここの下側がこうやって持ち上げた時に移動するこの距離ですね、これが何ミリですかっていうので調整していくと。はい、じゃあちょっと締め込んでいって温感時なんでね、まあいい感じだと思うんですけど、ちょっと一回離して、はい、これちょっとわかるかな、大体ですねこれね、いきますよ。はい、大体8ミリぐらいだよね。そうですね。そうだよね。はい、うん、これチェーンね結構厚いんでね、はい、気をつけてください。じゃあこれで調整できたら下をしっかりと緩まないように締めていくんですけど、ここですね、しかこの調整したところこいつっていうのがしっかりこの位置から動かないようにした状態でこの周りをしっかりロックしてあげると。じゃないとこのロックをしていく過程で結局この調整したところが一緒に回ってしまったらチェーンの調整がですね回ってしまうので、しっかりとこっちの4分の1の方は回ってしまわないようにロックで、こっちでしっかりとガチンと締めてあげると。はい、こんな感じですね。はい、これが温感時の調整になりますね。はい、じゃあですねここの調整終わったんで、じゃあちょっとですね先に
もうそろそろオイル抜けてきたんで、こことエンジンオイルとプライマリーオイルですね、ちょっと実際に締めていきたいんですけども、はい、でちょっとここでまた一個、まあ、小ネタじゃないですけど、ここでガスをさらにオイルに、こうやって反対側に振って、ここ出ないね。出てますね。ちょっと出たね。はい。うん。こうやってね、揺すってあげてね、やるとね、さらにまた出ますんで。ただですね、これやっぱりサイドスタンドの関係とかありますんで、まあ、あのご自身一人でやられるときとかは、やっぱり倒れないように気をつけてください。まあ、本来ですね、よっぽど気にしない限りは、ここまでやる必要もないかなとは思います。まあ、ちょっと気になるなっていう人は、ちょっとやってもらってもいいかなと思いますね。はい。はい、じゃあ次ですね、ここオイル、はい、ここですね、締めていきますね。こいつはまってた、こいつ自体もしっかりときれいにしてあげてください。こいつはもう刺すだけです。で、刺してもらったらこの最初に取り外したバンドですね、こいつをしっかりと元の位置に戻していって、しっかりとこの入れた黒いですね、プラスチックのやつが抜けないように締め込んでいってください。引っ張って抜けないですよね。はい、そしたらこれをさっき外したクリップで中入れてもらって、こいつですね、こいつをカチッとはめ込んでもらうと。これですね、ちょっとここにバックとかあって、これ毎回毎回やるの面倒だなっていう人とかっていうのは、別に何が何でもここに戻さなきゃいけないってことではないので、ここさえしっかり止まってれば、こいつが抜けなければ外れてこないので、ここら辺でタイルアップで止めて、ここに置いとくっていうのも一つです。はい、今回はまあちょっと戻せるので、戻していきますね。はい、こんな感じで。で、ちょっともう一個ですね、今ちょっとふと思い出したんですけど、今のオイルドレーンのホースなんですけど、これまあちょっとスポーツスターで結構ありがちなんですが、さっきのホースにつながってるところ、これ4本あるんですけど、下の1本、これがさっきの、向こうにつながってるオイルのドレーンホースなんですね。これ、このホース。で、これって結構外、まあ保管状態にもよるんですけど、結構外に放置しっぱなしとかだと、ある程度年数経ってくるとここにひびが入ってたりとかってすることが車両として見分けられますんで、ここからオイルが漏れてたりとかにじんでたりとかってすると、このフォース変えた方がいいです。ここちょっとチェックしておいてもらったらいいかなと思います。で、オイル交換とかですね、するタイミングで新しいフォース、うち随時在庫してますんで、そういうタイミングで変えてもらえばいいかなと思います。はい、じゃあオイルのドレーンの方をね、締めていったんで、今度こっちですね、プライマリー。ここも、まあ基本オイル交換とかですね、こういう類のものっていうのは、もういかに綺麗に清掃するかですね。これが一番大事だと思います。はい、ここですね、オーリングはめて入れていきたいと思います。で、最初から工具使わずにですね、手で最初、入れてもらって、締めていきます。はい、まあ、ここもね、トルクレンチ持ってる方とかは、だいたいこれも結構トルクのね、幅がね、広いんですけど、まあ、だいたい中間取って30ニュートンメーターっていうところですかね。ここ締めていきます。で、ザーついたら、グッグッと締めたところで。で、これ何回かやってると、これ締めた時に、もうちょっと感覚なんでちょっと伝えづらいんですけど、ゴムが、プチって切れる感覚ってたまにあるんですよね。その時はもう中で確実にゴムちぎれてますんで、その時は一回外して、ゴムをちょっと付け直しっていう感じですね。これちょっと説明しづらいんですけど、たまーにあるんですよね。
まあ、特になんでそうなったかとかないんですけど、しっかりはめてても、なんか、はまりが悪いと、ゴムがね、プチってなる感覚がありますね。はい。じゃあ今両方とも、プライマリーも、エンジンオイルの方も、ドレンですね、出すところの栓を締めた状態です。必ずオイルをこれから入れていくんですけども、入れる前に両方とも締めたか確認してください。これ急いでる時だと、入れて入れたからどこまでも入るなと思って気づいたら下から全部バチャ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 出てるってことが、たまにね、ね、人間なんでね、ないとは言えないんで、はい、気をつけてください。はい、じゃあですね、プライマリーオイルの方実際入れていきたいと思います。ここまあ何使って入れてもらってもいいんですけど、純正はこういう便利なものがありますんで、先っちょの細いやつね。これ使って入れていきます。で、今回はですね、お客様ご指定の新3ですね。これを入れていきます。この新3ですね、まあエンジンオイルの方でもプライマリーでも両方共用で使えるってことで、まあ冒頭でもお話ししたように今はですねミルウォーキーとかでも使えるような80の140っていう粘土のギアの新3っていうのもまああります。まあちょっとスポーツスターのプライマリーに入れるにはちょっと粘土硬いかもしれないですね。でこれ純正の場合はまあ経験上直立にさせて湯面を見ていくって最初言ってたと思うんですけど、これ1本丸ごと入れるとほぼほぼそこの湯面と一致します。なのでお家で直立させずにサイドスタンドでやるよっていう方はもう単純に下のドレンプラグからコイル抜いてもらって、ここのインスペクションカバーですね、ここの小窓から単純に入れる一本丸ごとっていうので規定値合いますんで、これが一番楽ですね。単純に純正のオイルを使って抜いて入れるっていうのであれば、サイドスタンドのままでこれで OK です。ただこのですね946ml ですね、この量でまあ入れてもらえれば規定値に来るかと思います。これは全然この容器と違う社外のオイルとかって入れるってなると、やっぱり量をしっかり測ってあげるか、もしくは直立させてここの湯面を見てあげるっていうのでしっかり合わせるのが必要かと思います。で、もうこの車両はまあ実際ですね、ここも開けて調整済みなのと、まあ、前回のクラッチの動画とここの開け閉めっていうのはちょっと重複してくる部分あるんで、ちょっとマニュアルの方で説明したいと思うんですけど、これがここの中ですね。でこの黒い点々点々点点点、これわかりますかね。ありますね。ここがオイルの、これ直立させた時ですよ。車両を直立させた時にオイルがここの加減に来るようにっていうのが規定値っていうことになります。はい、じゃあここですね、プライマリーオイル入れたんでこのガスケット入れていきます。こいつはもしですね、なんか滲んできたりとか漏れてくるようであれば、このガスケットも新品に変えてあげてください。まあよっぽど漏れてくるとかない限りこいつは別に再使用でいけますんで、毎回毎回絶対変えなきゃいけないってものでもないです。はい、じゃあここですね、ここもオーリングありますんで、このオーリングが切れてないかとか、ここもオーリング切れてたりすると、ここからオイルが漏れてきたりとかしますので、しっかりと確認してください。はい、そしたらここ閉めていくんですけど、ここの工具は、はい、32/5ですね。はい。で、ここはですね、だいたい、ちょっとニュートンで言ってわかるかわかんないですけど、10ニュートン、12ニュートンぐらいです。めちゃくちゃいっぱい締め込んじゃうとここ割れますんでね、気をつけて。割れたらもうこのカバー全部交換なんで、あわわわわってなっちゃいますね。はい、はい、これで OK です。はい、はい、
じゃあ次はですね、こうエンジンオイル入れていきたいと思います。はい、蓋外してもらって、でこの抜くときはちゃんとウエストを添えてもらって、もう周りに垂れていかないようにね、しっかりと拭いてください。はい、そしたらここからオイル入れていきます。まあ直接ね、ダバダバ入れてもらってもいいんですけど、この周りちょっと隙間あるの分かりますかね。ここにオイルが垂れちゃったりすると、ここ伝って中までビューって回って、あっちに漏れたりこっちに漏れたりしていくんで、こういうようなもので入れてもらうと確実ですね。で、量なんですけども、まずは何も考えずに純正のオイルですよ、2本丸ごと入れちゃって OK です。で、この2本丸ごと入れちゃうのは、オイルフィルターを変えた時でも変えない時でも、まず2本は入れちゃって大丈夫です。はい、はい、入れましたね。はい、次2本目入れます。はい、でちなみにオイルフィルターを変えた時と変えない時で若干、やっぱり200ミリから300ミリぐらいオイルの量、使用量変わりますんでね。はい、2本入れました。そしたら、キャップを閉じます。基本的に今全部サイドスタンドでやってますからね、何度も見ますけど。はい。で、これで、ディップスティック刺していきます。で、刺しました。で、ちょっと抜きますね。見えますかね。一応、こっからここの範囲に入れるんですけど、今、だいたいここら辺ぐらいまで。来てるところですかね。はい、これがスタートです。大体今この辺にいましたね。はい、そしたら閉めてもらって、エンジンを実際に回していきたいと思います。はい、じゃあですね、ちょっと温め終わりました。で、温め終わったら大体1分ぐらい、ちょっと温まった直後ではなく1分ぐらいちょっと置いてください。そしてキャップを開けます。で、開けた最初についてるオイルの量ではなくて1回拭き取ります。はい、今ついてない状態ですね。はい、これでねじ込みます。はい、さっきよりちょっと下がったの分かります？さっきここら辺までいましたね。こんだけ分、まあちょっとわずかですけど下がっていきますね。で、この状態で追加して、オイルを追加してこの中の規定値に入れていくと。で、あんまり多すぎるとこっからまあ最悪溢れ出てきちゃったりとか、あとはここですね、車外のエアクリーナーとか変えてたりとかってすると、ここの吹き返し、ブローバイのオイルの量がすんごい増えちゃうんで、まあ、ベストはここの真ん中ぐらいに入るようにっていう感じですかね。どうですか？いい感じですかね。いい感じですか。分かりますかね。だいたい真ん中近くまで来てますよね。はい、まあ、これぐらいの量で入ってれば十分です。このメモリを見るときはスタンド立てたまま、うん、いわゆるちょっと車体が横になってる状態で見るのは大丈夫なんですね。サイドスタンドで見てください。むしろサイドスタンドで見てください。そうですね。2004年以前ぐらいの車両、はい、要はリリースポって呼ばれる車両は直立で夢を見ます。はい、ただ現行はですね、まあ、インジェクションになってからのスポーツスターは全部サイドスタンドでこのチェックを行ってください。チェックをするときはサイドスタンドのままで、ね、サイドスタンドのままですね。はい、はい、これでエンジンオイルも入りましたので、はい、
はい、じゃあ今回はですね、ちょっといつもと違ってですね、まあリクエストっていうこともあったんで、まあできるだけジャッキとか、あんまし普段自分の家にないようなものをあまり使わずに、まあDIY の延長でできるような形に即した形でちょっとご紹介させていただきましたんで、ちょっと手際の悪い部分とか、ちょっと見づらい部分とかいろいろちょっとあったと思うんですけども、それはちょっとご了承ください。はい。ではですね、このシリーズどんどん続けていきますんで、まあ、ぜひこういうのはちょっとやってもらったら面白いなとか、こういうのは見たいなとかっていうのがあれば、できる限り、ちょっと時間はお待たせするかもしれないんですけども、一個一個しっかりと動画にしてあげていきたいと思いますんで、今回もご視聴どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。Desperate people trying to get through the door, although the room